ももクロ、佐々木彩香のファーストソロアルバム、アーリン・アソートは、アーリン・ワールドが炸裂するポップでキュートな一枚。ちょっぴりセクシーでお茶目なアイドル、ももクロの、アーリン、こと佐々木彩香が、ファーストソロアルバム、アーリン・アソートを、自身の誕生日、今年で24歳、である6月11日にリリースすることが決定した。2011年の、だってアーリンなんだもん、作詞、作曲、編曲、前山田健一の発売以来、数々のハイブリッドな楽曲を発表してきた佐々木彩香。今回のアルバムは既存曲、未発表曲に加えて、このアルバムのために書き下ろされた新曲も収録予定だ。アルバムは、初回限定版と通常版の2形態で発売。タイトルが、アーリン・アソアティとなっているように、アーリンの魅力をこれでもかと詰め込んだ、アーリン・ワールドが炸裂するポップでキュートな内容になる予定だ。2016年から行われ、今年で通算5回目を迎える、アヤカネーション、今年は、レイヤカネーション2020のタイトルで、7月12日に横浜アリーナで開催予定。こちらも要チェックだ。ファーストソロアルバム、アーリン・アソートの詳細情報は、追って発表。予約は4月6日正午よりすでにスタートしている。cảm ơn quý vị và các bạn đã xem và theo dõi kênh của chúng tôi. các bạn hãy like, comment để ủng hộ kênh của mình nhé. cảm ơn các bạn rất nhiều.